まずはじめに鶏もも肉は一口大のそぎ切りにします。ここに片栗粉をまぶしていきましょう。今日のポイントです。こうすることで肉の食感が滑らかになって旨味も逃げず美味しく仕上がります。少量の湯で大丈夫です。余分な粉をはたいて鶏肉に火を通していきましょう。火が通ったら取り出しておきます。鍋に白だしと水を加えて煮立たせます。このように煮立ってきたら先ほど取り出した鶏肉を加えてください。鶏肉はまだ完全に火が通ってないのでここで火を通していきます。そしてざく切りにした春キャベツ、そしてささがきにした新ごぼうを加えて野菜に火が通るまで煮ていきます。冷凍うどんを茹でて器に盛ります。ここにまず汁を加えてください。そして具材をたっぷりと乗せていきます。仕上げにかまぼこ、みつば、柚子胡椒をお好みで添えてお召し上がりください。白だしを使うことで簡単に優しい味のつゆが出来上がります。旬の野菜を使ってぜひお試しください。